おはようございます。現在の時刻が6時41分です。僕としてはちょっと寝坊です。最近は起きて10秒後にね、勉強します。最近専門科目むずすぎて、このままじゃとね、一生卒業できないんで、最近ガチってます。で、今日もいつも通り授業があるんですけど、まあオンラインで、まあ、時間割まず確認しますね。今日は実習と実験っていうとんでも授業ですね。半分けが出てました。僕何班なんだろう。 半分けしてくれるんはありがたいですね。好きな人同士でチーム組めみたいなの言われたら、僕だけ一人班になりますから。あと、学籍番号で書かれてるから、同じ班の人が誰もわかんないんですよね。まあ、今日実験あるからね、行ったらわかるかなと思います。学番と顔は結びつかへん。ちょっと授業始まる準備してたんですけど、ちょっと確認したら今日いつもより始まるの遅いんですよね。普通に眠くなってきて、早起きして勉強して授業で寝るっていう一番最悪なパターンだけを何としても避けなければなりません。はい、ちょっと今ね、外に出てきました。外っていうか、まあここはどこかって言われたら、大学なんですけれども、大学にやってきました。定期的にね、外の空気、なんか魚のお頭が落ちてますね。 そんなことあります？今日の3時間目から5時間目までが実験、学校内で実験の授業だったんですけど、よくよく見たら僕全然違う班で、今週じゃないんですよね。思いっくそね、時間割ミスったんですけど、まあ、せっかく学校いるからね、まあ、できることやって帰ろうかなというふうに思います。今ね、コロナでね、自習室っていうなんか空きスペースあるんだけど、これ完全封鎖されてるんですよね。図書館空いてんのに自習室閉まってるっていう。だから図書館にね、やってきました。さっきね、なんかすごいイケメンの同じ大学生の人が、パーカーさんですよねって話しかけてきたんで、ですごいイケメンだったから、動画映ってもらおうかなと思って、ちょっとよかったら動画映りますかみたいなことを言おうと思ったんですけど、コミュ障すぎて、すぐにどっか行かれました。まあ、ここでいっか。今日の昼は、これ、おにぎりと、ちょっと、最近ビタミンが弱かったんで、ビタミンドリンク買いました。うまっ、なんじゃこれ。おにぎり、なんか学食のおにぎりなんかツナマヨとか置いてなくて、なんか変わり種しかないんだよね。で、この炙りチャーシュー 初めて聞くけど、ちょっと塩分多いかな。こんなに味、塩分多いかも。あんま健康。はい、今ね、図書館で勉強してたんですけど、5時までで閉まるということでね、追い出されました。でもお腹減ってるんですよね。まあ、昼飯のね、少なさが、ここに来てね、影響してきたのかなと思うんで、まあ、今からまともなね、食事食べたいと思います。はい、それじゃあ今からね、晩飯のね、準備でもしたいなというふうに思います。今日のメインディッシュはこいつですね。ネギの一番美味しい食べ方っていうのをね、皆さんに紹介したいなというふうに思っているわけです。ああ、目痛。全部こう、投げやりになったらあかんねん。何事もね、投げ出したら終わりですから。で、今日の晩ご飯はね、何っていうような話なんですけど、でーん。 こちらです。今回はネギしゃぶですね。こんな感じで、まずネギをね、柔らかくします。ネギ柔らかくしたら、これをちょっとしゃぶしゃぶして包んで食うっていう、その2段ステップだけでね、できちゃうという超お手軽です。あと、うまい、うまい。そして、ちょっとポン酢欲しい。てか、コロナ対策もいつ終わるんだっていうような話ですよね。もうこのまま僕一生図書館5時帰りさせられたら結構辛いんだけど。
席も図書館今、めっちゃソーシャルディスタンス仕様になってて、めっちゃどでかいテーブルにちょこっと一つだけ席あるみたいな感じなんですよ。今めちゃくちゃ危なかったんですけど、今日の夜までに提出のね、課題思いっきり忘れてました。で、なんとかね、これ残り時間50分7秒で提出っていう、このいちいち記録されちゃうんですけれども、こいつ絶対ギリギリに出しよったって思われるんですけど、まあ、残り、ね、1秒でもあればこっちの勝ちというわけで、ね、無事ね、心置きなく寝ようと思います。では最後までご視聴いただきありがとうございました。さよなら。